与論島、与論島は、奄美群島の一つで、鹿児島県最南端の島である。奄美群島の内で最も、沖縄県に近い位置にあり、南方、約22キロメートルには、沖縄本島最北端のヘドミがあり、西には、伊勢那島と伊平野島が望める。島の周囲は、珊瑚礁で囲まれており、美しい珊瑚礁の島である。礁の内側は、 水深2から3メートルの浅い海が広がる。隆気作用と増床作用による石灰岩でできた島である。一島一町で、鹿児島県大島郡与論町。人口は約5000人で、主な産業は農業と観光業である。1984年7月15日には、ミニ独立国、パナウル王国を設立した。パナは、花、ウルは、 三五礁を意味する。島で唯一製造されている酒は、黒糖上駐で代表銘柄のアリーズミ。島アリーズミは、ほとんどが島で消費されている。客人をもてなす時などには、世論婚ササぐと呼ばれる、島流の飲み方で飲まれている。ヨロ論島とも呼ばれるが、これは1970年代に観光振興の目的で、外国風に、 ヨロ論島と表記して読ませたもので、旧来の読み方は、ヨロ論島である。ヨロ論は、琉球方言で、ユンヌと呼ばれていたものが変化したもの。伝承時代、女神、天御区と女神、死にぐく,くが島に世上にたどり着いたところ、島が浮き上がりヨロ論島が作られたという神話がある。古来より、島は、ユンヌと呼ばれていたが、琉球や山と、薩摩藩により、漢字が当てはめられ、 世論となった。地理的にも琉球、沖縄と近いため関係は深く、支配総大官の設置や行政区分の歴史的には、天見群島に属するが、島民の意識としては、琉球、沖縄寄りであり、大島、天見大島等とは、差異がある。古く1266年には、琉球の英祖王島初代、英祖王に長考したとされる。大島の琉球による征服、 1447年に先立って沖野選ぶ島と共に14世紀には沖縄本島北部の北山王国の勢力下に入り1429年には琉球王国の半島となった。薩摩による琉球侵攻以降は他の奄美群島と同様の歴史をたどる。薩摩大官、世論書の着任は大島より遅れ1616 16年となった。琉球が 薩摩の支配に入った後も、世論の民は、琉球王と、有形無けの交流を続ける。さらに、国党の総会上げ制が始まったのは幕末に、ほど近い1829年であった。世論婚ささぐ、世論憲法は、世論島への客人をもてなすための儀式的な飲酒方法。その歴史は1561年に始まるとされるが、現在は、主人から順に、 客人全員に対して一杯ずつ酒を献上し、工場を述べてから酒を飲み干してから酒好きを返し、周囲のものは静かに配調するものとなっている。具体的には、最初に、指向者、ホストが、大きな種塗りの酒好きに、主品に見合った量の焼酎、基本的に島内で作られている、奄美黒糖焼酎、アリーズミのアルコール度数20度のものが選ばれるを、入れて、 自己紹介と歓迎の気持ちを伝える工場。ありがとうは、世論方言で、とうとが、なしというを述べてから飲み干す。飲み終わると、酒をひっくり返して残っていないことを見せ、飲み干した酒に、数滴残った焼酎は手のひらに取って、自分の頭につけ、紙、紙に返す。次に、施行者は、公平に同僚の焼酎を酒に注ぎ、主品に直接渡し、主品は、 自己紹介や感謝の向上を述べてから受配して飲み干し、同じように全部飲み干したことを示し、残った数滴を神に返してから直接思考者に酒きを返す。この間、客は受け取った酒きを手から離しておいてはいけない。酒きが思行者に戻ると、同僚の焼酎を注いで次の客に対して手渡し、客は口上を述べて受配し、飲み干し、返拝する。 これを人数分繰り返して、全員が一杯ずつ飲み終わると、ご苦労杯と呼ばれる一杯を飲み干して、憲法の官僚を告げる工場を言う。これで終わりであるが、場合によっては、他の者が、指向者の名乗りを上げて、憲法が一順繰り返されていく場合もある。歓迎と感謝の意味を表すのが、本来の目的であって、飲酒を無理強いするものではなく、 思考者が焼酎を注いでいるときに、と、世論方言で止めの意味といえば注ぐのを止めるほか、全く飲めない場合は口上を述べて、酒好きをそのまま親に返してもよく、その場合は思考者が責任を持って代わりに飲む。なお、似た飲酒方法として、宮古島のお通りがある。琉球語沖の選ぶ世論沖縄北部処方ことに属す、世論方言が話されている。 奄美料理よりも沖縄料理に近いが、沖縄本島で食べられていても、世論島では食べられていない料理や、その逆のものもある。奄美群島を主たる発行地域とする南海日日新聞や奄美新聞などが、地域に密着したニュース、生活情報を提供している。世論中継局が置かれており、鹿児島県を放送対象地域に含む、 NHK と民放4局が視聴可能である。このほか、スピルオーバーによる沖縄県の放送も受信可能とされる最寄りの沖縄県の中継局は、泣き人中継局である。2015年8月7日に、世論中継局に、党内で初めてのラジオ中継局、NHK 鹿児島局の AM を FM に変換して、送信が開局した。信号機は、 町役場がある茶花の中心部の定時路に三等式のものが一箇所あるほか赤色の一等式のものが鹿児島県道631号与論空港茶花線など二箇所にある。町内を走る県道は以下の通り年間の観光客数は約1 5万人。天見群島国立公園に属する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。